皆さんこんにちは、ジャネミです。今日はリアリティのアバターを使って YouTube で配信する方法について説明したいと思います。私が普段行っているやり方を説明します。私がいつも配信に使っているツールはこちらです。次に配信に必要なソフトをインストールします。 OBS はパソコンの映像を YouTube 配信に載せるために必要なもの。 A パワーミラーは iPhone の画面をパソコンに映すためのソフトです。概要欄に OBS と A パワーミラーのリンクを貼っておきます。まず A パワーミラーを起動します。起動すると有料版を購入するかどうか聞かれます。このソフトは無料版と有料版があるのですが、 YouTube の配信をするのには無料版でも問題ないので閉じちゃいます。このソフトで iPhone の画面をミラーリングするために Wi-Fi と USB の2種類の接続方法があるのですが、 USB の方が接続が安定するのでこちらをおすすめします。こちらの画面で USB 接続を選択します。 iPhone を USB ケーブルを使ってパソコンにつなぎます。そうすると iPhone の画面が A パワーミラーに表示されます。リアリティアプリを開きます。アバター編集画面に行き、背景を緑色のものにします。これで A パワーミラーの準備は完了です。次に OBS を開きます。シーンと書かれている場所の左下のプラスボタンをクリックして、シーンの追加、シーンの名前を入力します。新しいシーンを作成できたらソースの左下のプラスボタンをクリックします。その中からウィンドウキャプチャを選択します。ソースの名前を入力します。ここではアバターという名前にしておきます。新規作成とソースを表示にチェックが入っているのを確認して OK ボタンを押します。ウィンドウから A パワーミラーメインを選択します。 OK を押します。そうすると OBS に A パワーミラーの画面が表示されます。ドラッグ&ドロップで位置を変更できます。赤い点をドラッグ&ドロップすると大きさを変更できます。オルトキーを押しながら赤い点をドラッグ&ドロップするとキャプチャの範囲を変更することができます。このような感じで、こうこんな感じですね。好みの大きさに変更したらソースのアバターを選択して右クリックします。フィルターを選択します。一番左下のボタンからクロマキーを選択します。 OK を押します。色キーの種類は緑にしておきます。疑似性って読むんですかね、これ。疑似性というところの数字を調整します。私は普段350ぐらいにしてあります。ですが緑っぽい服を着ているとこのような感じで色が抜けてしまうので、その時は280とかにしてます。このままだと暗黒の世界に佇んでいて寂しいので背景を追加します。ソースの左下のプラスボタンから画像をクリックします。背景にしたい画像をパソコンから選びます。OK を押すと表示されます。ソースのソースソースどっち、これソースかな。ソースのアバターをドラッグ&ドロップで画像の上に持ってきます。そうすると背景の上にアバターが表示されます。この後に YouTube や OBS で配信の設定をすればこの画面を配信することができます。はい、という感じでリアリティのアバターを使って YouTube で配信する方法について説明しました。他にも知りたいことがあればコメント欄などで教えてください。最後まで見てくれてありがとうございます。おつじゃみでした。バイバーイ。